川崎町に今年も幸せを運ぶ鳥がやってきています。川崎町の鎌房ダム近くの国道です。電柱の先に白く大きな鳥。行き交う車を怖がる様子もなく、巣の上で悠々と毛づくろいをしています。と、次の瞬間。大きな翼を広げてゆったりと。

ままた来た来ねと喜んで迎えられています野田氏は、絆を見かけたら、餌を与えたりせず、離れた場所からそっと見守ってほしいと呼びかけています。